はい、ありがとうございます。先ほどまでは福田さんが今までどういうことをやってきたのかっていうところをお伺いしたんですけど、はい、この動画では今何をしているのかっていうところのお話をお伺いしたいなと思ってました。はい、ちなみに今何やってるんでしたっけ？はい、今2つやってて、はい、1つは国会議員の政策秘書をやっておりまして、はい、もう1つは NPO を作ろうということで、はい、人の挑戦を応援する、社会でもがいている人たちを応援する NPO を作ろうと。それをやってます。面白いですね。はい、今衆議院議員の、はい、政策秘書を使ってるんです。はいはい、そこってどういう経緯入ったんですか？そこは政治に関心を持って、はい、公共政策とかもそうですね、やっていて、うん、政治とすごく官僚とか言われてますけど、国家公務員の距離もすごく近かったりするので、うん、興味を持ってですね、うん、押しかけていって、はい、雇ってもらいました。あ、じゃあ今そこは昔の前職の信用性があるところだったんですか？あ、そうですね。今の上司は農水大臣だったこともあるので、うん、うん、その時に直接的な一緒にお仕事してなかったですけど、うん、こんな風に世の中を変えていこうってするんだなっていうのを遠くからこう見ていたので、その時のことを書いてメールしてみたい。あ、そうなんですね。ちなみにもう一点だけ聞いてみたいんですけど、政治の面白さって何ですか？政治の面白さというか、なんでそっちに興味を持ったかっていうと、こんな風な国にしたいっていうのをいろんな人とお話できたりとか、メッセージとして出せるっていうのが政治なんじゃないかなと思ってるんですね。今足元を見るとすっごい大変なことがいっぱいあって、原油価格上がっていますとか、生活は良くなってない、賃金が上がらないとか、いろんなことをこういっぱい言われていて、それにどう対応したらいいかっていうのを考えようっていうお仕事をしてた時期があったんです。日本の未来を考えつつ、今ある課題にどう対応していくかっていうので、でもやっぱり今ある課題に対応するにしても、もっと明るく対応したいなと思って、こんな風な世界をみんなで作りたいから、じゃあ今これをしなきゃいけない、今ちょっと苦しいけどこうだっていう風にもっともっとなっていって、こんな風な世界にしたいって話を一緒にできる人が増えていったらいいなと思ってですね、国家公務員としてできることっていうのはこんなにあるっていうのはよく分かったので、まだできなそうなことをやってみたいなと思って政治に関心を持ちましたね。そういうことなんですね。はい、なるほど。で今そこは粛々と今働かれていらっしゃるということですね。はい、働きながらもう一個やり始めてます。でもう一個のお話ちょっとお伺いしたんですけど、はい、今それは何をされてらっしゃるんですか？今は私自身を振り返った時に1個目の動画にあるかもしれないですけど、こんなのは日本のための仕事じゃないって言って不適されてた時に、先輩に怒られて、日本のためにできることいっぱいあるんだと怒られて、で怒ってきた先輩が本当に立派だったというか、次々勉強して自分のやるべきと思ってることを見せてくれていて、本当にこんないろんなことできるんだなと思ったので、それも励まされたし、他の人にもいろいろ背中を見せてもらって教えてもらって励まされて、そういうのが積み重なってタイに行った時に、みんなダメですって言って成果物の輸出は止まっちゃうかもってなったんですけど、ああいう風にしたらいいんじゃないかっていうのは、いろんな人の姿があったから思いついて挑戦できた部分があります。なんでそういう風に挑戦してる人の姿をいっぱい知っててよかったなと思ったこともあったし、後から子供を連れて留学したとか、子供を連れて国際協力の現場に行ったとか、いろんな人を知ってこんな生き方ができるんだと。一番すごかった人は留学中にちゃんと2年間で卒業しながら子供を産んだみたいな人もいたんですけど、こんないろんな生き方があるんだねっていうのを知って。挑戦してる人とかいろんな生き方をしている人の背中をどんどん世の中に発信してですね、私もできるかもと思う人を増やしたいなと、はい、働いてると長時間働いている後輩とかも多くって、どんどん暗くなっていって、何もできないかもとか、私みたいにですねテクされて、こんなの日本のための仕事じゃねえみたいになっちゃったりもやもやしちゃったりするんですけど、はい、そういう人たちの挑戦を応援するような応援団を作ろうと思って団体を作って個別に相談に乗ったりとかセミナーをやったりとか今してます。なるほど。はい、ちなみにその団体名をお聞きしてもいいですか？はい、Act4 っていう団体です。それなんか名前の由来あるんですよ。あるんですよ。シェイクスピアのですね、お気に召すままの中に人生をですね、7幕構成の舞台に例えたシーンがあって、だんだん人は生まれてからどんどん赤ちゃんだったで子供になってっていうので、最後7幕までいって死ぬんですけど、その4幕目がもがいってる若者なんですなるほど。なんでそれでいいねって言って、はい、であとアクト4の4をローマ数字にするとアクティブっぽく見えるからそれもいいねって言って、確かにプラスアクト4っていうのは、うん、なんとかのために行動するアクト・フォー・ザ・ワールドだったりジャパンだったりっていう意味でもいいねって言ってこれにしようなりましたじゃあ3つ掛け合わさってるってことですね。なるほど、そういう意味だったんですね。アクト4は深い意味が。あ、そうなんですね。じゃあ実際先ほどおっしゃっていただいたと思うんですけど、もう少し具体的に何やってるかっていうところを聞いてみたくて、アクト4は今どういうことを注力してされてらっしゃるんですか？そうですね、今やっているのは私たち挑戦してますっていう、ちょっとおこがましいですけど挑戦してますっていう私とか私の友人とか知人とか13人くらいで1対1でキャリアの相談に乗ったりとか、はい、あとは毎月セミナーをやってて、例えば国家公務員っていう軸でいうと国家公務員と転職について考えたりとか、2枚目の名刺とかですね、まあ、国家公務員関係なく副業とかパラレルキャリアみたいなこと考えたり、お母さんで留学に行くとか、そういうテーマでセミナーやったりしてます。そうなんですね。でゆくゆくはですね、おじいちゃんおばあちゃんたち世代が若い人たちのチャレンジを応援するみたいなプロジェクトができないかなって思っていて、面白いですね、はい、なるほど。ちなみにその13人で例えばいろんな相談を乗っていくと思うんですけど、はいはい、いつでも大丈夫なんですか？日程調整しながらやってます。なので海外にいるメンバーもいるし、相談してくる人が海外にいるパターンもあったりするので、結構遅い時間とか早い時間とかもあったりはしますけど、はい、いやめちゃくちゃ面白そうですね。それはホームページに全部申し込みができるんですか？はい、じゃあ概要欄にリンク載せておきますので、ぜひ皆様ご確認いただければなと思います。いつから団体されてらっしゃるんですか？そうですね、それは2月にみんなで盛り上がってやろうってなって、設立総会を3月にやって3月末くらいから指導してます。なるほど、はい、じゃあ実際3月ぐらいから始めて今5月なので、はい、2ヶ月間ぐらいで相談とか来ました？来ました。私始めてから悩んでる人がすごく多いんだなっていうのは思いましたね。ちなみにそれなんで福田さんのアクト4のところに来たんですか？はい、まだそんなに広まってないので、だからシェアとか、人づてとかで、はいはい、でもそれでもすごいですね。そうですね。あとはセミナーを見てくださった方から、はい、セミナーの内容をもっと深掘りして聞きたいとか、はい、なるほど、そんな感じです。そうなんですね。実際今2ヶ月ぐらい始めて、はい、あともう一点視点変えてお聞きしたいのが、はい、まだ2ヶ月間ですけど、はい、やってみて、あ、やっぱやってよかったなって思うことってあります？あ、やっぱやってよかったなっていうのは、これがあってよかったって言ってくれる人がいる。そうなんです。こういうことやってくれてありがとうございます。そうなんですよ。今まだですね、全然持ち出しになっちゃってて、はい、やりたいって始めちゃって一番良くないパターンだと思うんですけど、Zoom のアカウントを買ったりとかね、みんなボランティアベースでこう集まってるんですけど、こんなのやってくれてありがとうって言って、自分も頑張ろうって思いましたとか、はい、留学に行きたくなりましたとか言われたりして、それはすごい嬉しい。あ、それはいいですね。もう2ヶ月でそういう声が上がってくるのいいですね。ちょこっとだけですけど、でも嬉しいです。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ今後の部分に対してもちょっとお聞きしてみたいなと思ったんですけど、はい、2つちょっと聞いてみたいなと思ってまして、はい、アクト4っていう団体を介した上で今後やりたいことという部分と、はい、福田さん自身で今後こういうことやっていきたい、この2つちょっと聞いてみたいんですけど、はい、まずアクト4から聞いてもいいですか？わかりました。アクト4は挑戦の数が増えたらいいなと思っていて、本当に悩んでいてモヤモヤしちゃってるけど、一緒に出会ったから挑戦ができたとか、はい、限界を超えたみたいな人がどんどん増えていったらいいなと思います。で、私個人としてはですね、はい、こんな風な国にしたいよねっていう明るいメッセージをみんなと一緒にお話しできる人になりたいと思っていて、うん、お話しできるっていうのは話しゃいいってもんじゃなくて、行動が伴わなきゃいけないので、そんな世界を一緒に作りますと、じゃあ私はここで責任を負います、リスクを取りますっていう人になれるようになりたいなと思って、じゃあ日々勉強しております。政治家になるってことですか？政治の世界にもすごく興味があるので、はい、まだまだそういうのはいろんな巡り合わせの中での話だとは思うんですけど、今すごく毎日勉強の日々です。そうなんですね。こんだけ勉強とかいろいろしてこられた方がまだ勉強するとすごいですね。まあ勉強してアウトプットする方が大事だと思うので、まあ、確かにそうです。でも勉強しないとアウトプットもできないからもうインもアウトもすごいことです。なるほどですね。これは本当に刺激になりますね、やっぱりいやでも本当、はい、これ1時間半ぐらい、はい、もうびっちりやったんですけど、はい、インタビューめちゃくちゃ面白かったですありがとうございます。まだ深掘りできるんだろうなって思いつつも、はい、インタビューとしては限界があるのでちょっとまた別の機会でもう一方の伊藤さんっていう方もお呼びして、はい、いろいろまたライブとかもやっていきたいなと思います。はい、ということで、はい、今日はですね、国際協力の中でも農水省を働かれていて、今Act4であったりだとか衆議院議員の秘書さんとして働かれている久田さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。